はいどうも、ちさんです。ザ・ウィッチャー3ワイルドハント続きやっていきたいと思います。ここのやつで歌ってるの一番奥にいるあの人だったんだね。あのダンデリオンのね、はい、ってことで続けるやっていきたいと思います。トリスはゲラルトの力にはなれなかった。だが彼女は迷える魂の創作を専門とする夢美術師コリンヌ・ティリーを紹介した。コリンヌ・ティリーに導かれ、ウィッチャーは夢を見た。その中でシリはこの俺ダンディリオンと再会していた。こうしてゲラルトはまずは彼の最愛の友を見つける必要があることを知る。はい、ということでダンディリオンだったんだね、この語りも全部。それは知らんかったいい声の人だなーっていうことしか思ってなかったわ。この俺ダンデリオンのって言ってたからね。はい、ということで、まあ、ダンデリオン探しに行くんですけど、なんかどうやら汚いことにちょっとこう一攫千金を狙って悪いことしちゃったみたいで、なんかもしかしたら川の底に沈んでんじゃねえみたいな噂があるらしいですよ。はい、で、まあ、それ調べてやる代わりに、なんか宝物庫のすごいぎゅうぎゅう詰めに入ってたお宝が盗まれたっていうので、それをちょっとこう調査してくれっていうお話になったので、分かった、じゃあそれを調査しに行こうっていうところで多分終わってたと思われます。はい、ここだね。で、この穴の中に入ろうっていう感じなんですけど、なんか毒がどうのこうのって言ってたな。するとおっと、なんかあるわ。下水管の柵か、爆発でくしゃくしゃだ。モルタルがついてる。つまり爆発時には定位置にあって、爆風で壁から剥がれたのかだそうですよ。おうおう、モンスターハンターこの辺ちょっとやばいな。爆発したり、解毒剤を飲まないとこれ以上進めない。マジか。じゃあ解毒剤、ちょっと待って、毒キノコの解毒剤、ちぎえや、ちぎえやどうだっけ、すげえや。これか。ウィッチャーの霊薬の方がマシだな。だそうです。まだなんかあった。あ、なんかある、ね。こんなところまで下水管の一部が強烈な爆風だったらしい。お。頑丈そうな柵だ。あれに何かを通すのは無理だろうな。この辺のもん全部取っとこう。どうした？なんかいる。ちょっと邪魔しないでドラウナ。もう邪魔しないでってば。こっち、お前は毒の中でも大丈夫かもしれないけど、こっちは毒はねダメなんですよ、ウィッチャーだとしてもね。特に他には何もない感じかな。ちょっと登れない？登れた。よし、オッケー。ん？特になんかあった？なんかあるね。よいしょ、パーンがあったよ。待ってね、まだなんかあるんかな、この辺。ん？ちょ、行けられた、向こう向いて。これは内側で何かが破裂し壁ごと吹き飛ばしたのか。
浴場の下水管はここに集まってるようだな。魔法の痕跡はない。呪文ではなく爆弾だ。がなぜその破片が見つからない。水で流されたのか。ああ、水で流されちゃったのか。じゃあ奥に行って調べないといけないわけね。オッケーです。半分ぐらい切ってるんでさっさと服進んじゃいましょう。さてさてさて、メダルがちょっと震えたよ。なんかある。ディクストラが雇った悪党だ。あー、はいはいはい、一緒に行ったやつがいたんだけど、こうゲップしてなんか薬全部せっかく飲んだ解毒剤全部吐き出しちゃったみたいなこと言ってたね。であいつはダメだったみたいなことを言ってたね。だっていろんなとこ見たいんだけど。何もなさそう。ここまではあの人も来れたんだね。他の者の話は出なかった。ダンディリオンの仲間か。わお。あちこちで吐いてる。おそらく解毒剤を持っていたんだろうが、こいつも吐いてしまったんだな。死体を燃やさなければ。冷めないといつまでもドラウナが寄ってくる。はい。じゃあこっちもじゃない。よし、これでドラウナは他の餌場に行くだ。オッケー。いるじゃん、まだ。痛いだろうが、ここにやろう。全然他行ってねえし。おいて、あいて、あいて。いや、間合いの取り方は知りませんね。この辺毒ないね。あ、なんだなんだ。よいしょ。ドーフの蒸留酒しかない。おお。ちょっと剣を収めて。ここのは何にとっても合法でしょ。けどな、水で流されたから下か。上にはねえわな。この辺とか開かないんだね。まあ別に何もなさそうだけどね。ぐらいかな。よっ。よいしょ。なんかある？こう先行けないね。何もなさそうだけどね。あ、なんかあった。なんだろうこれ、容器の底、おそらく銀製だな。そこにルーンが刻まれている。歪んでる。多分爆発のせいだ。おそらく爆弾の一部だろう。この匂いはワイバーンの油と絡めるか。すごいね、そんなんがわかるんだ。ここはもういいな。ディクストラに会う。この奥何があるんだろう。お、出れた。出れたけど。金貨だ。痕跡はここまでだ。ダンディリオンは船を使ったのか。金貨。あー、はいはいはい。こっから船使って逃げたのね。うわ、計画的犯行。いや、ダンデリオン、ちょっと今回ばかりはちょっとあれやで。ちょっと悪いことしすぎやで。あいつがそんな悪いやつだったなんて。
なんだろうね。死神が迎えてきたぞ。何があったんだろう。そんなにお金に困ってたのかな。普通に商人になりたいって言ってたからお金がいったの。わかんないな。なんだろう。普通に商人やってればよかったのにね。グストラー。わお。あ、いた。話せるか。いいと思う。何の用だ。捜査は終わった。金庫付近の下水道は隅々まで調べた。それで何か分かったか。泥棒の死体を。別の死体を見つけた。泥棒の一人だ。解毒剤を吐いていた。フォンスのように麗しい死に方だ。死体には何か。空の瓶だけだ。ほとんど痕跡を残していないようだな。ただの運び屋だろう。新たな情報は何もない。袋小路だ。文字通りな。盗まれた宝の一部から足取りをつかんだ。おとぎ話でいうパンクズだな。知っている。ヘンゼル、グレーテル、燃える魔女、ノビグラトニーがぴったりだ。確かに足取りは下水出口の川で途絶えている。おそらく宝を船に積み込んだんだ。そうだな。ドブネズミが車を引いたとは考えにくい。そして船は足跡を残さない。つまり水の泡だ。爆弾が壁を吹き飛ばしたようだ。見ろ。銀の容器の底だな。ルーンに覆われている。面白い。中身に心当たりは。匂いからいくつかの材料が分かった。ワイバーンの油と砂糖だ。砂糖。冗談を聞く気分じゃないぞ。冗談じゃない。ありのままを伝えてるだけだ。砂糖の入った爆弾だ。考えてみよう。砂糖は硫酸に激しく反応する。だが爆発を起こすほど激しくはない。錬金術に詳しいとはな。オクセンフルト学院で少しな。だが思い出にふける時ではない。お前は宝を見つけるんだ。俺の伝記を書くわけじゃない。他に爆弾について分かったことは。そうだね。下水管の中にあった。爆弾は金庫室の壁の下水管で爆発した。だがその時下水管終端の柵は定位置にあった。つまり爆弾はどうにかして浴場から下水管に入った。その通り。こんな感じかもしれん。犯人はまず浴槽を空にして、そこから下水管に爆弾を落とした。爆弾は排水とともに流れ落ち、柵の上に乗っかり、バートの言葉を借りればドカーンだ。見込みのある手がかりは下水管だけだ。どの浴槽につながってるか知りたい。ハッペンが客の記録を残してる。侵入された日に誰があの浴槽を使ったか分かるはずだ。まずまずの成果だな。すごいね。認めてもらって光栄だ。その皮肉聞けなくて寂しかった。そうか。ズボンにナイフがないぐらいの寂しさだ。私だったら結構寂しいけどな。護身用のナイフだったらね。よし、右の浴槽を調査しろ。俺は左を見る。何か見つけたら呼べ。オッケー。浴槽多いね。こっちはウィッチャーの感覚があるから。あ、全然違う。ごめん、同じ方向見てた。ウィッチャーの感覚、ここには何もないな。ないか。何、パンの草だって。いただきます。なんかあるぞ。水面に何か浮いてる。油のようだな。これじゃない。ちょっと一個上がって。へえ。よっ。あ、もうそれだけ。なんか周りになんかあったり、なんか飛ばされた破片がとか。おお。銀の蓋。下水道で見つけた容器の底とは
ディグストラ来てくれ。ここでパカッとしてこう入れたんか。何かあったか。ああ、爆弾の一部だ。ハッペン、門番浴槽を排水しろ。客の記録も持ってこい。ハッペンは。ところで、ハッペンはどうなんだ。金庫の話が耳に入ったかもしれないし、いつでも浴場に入れる。ハッペンには山ほど欠点がある。尊大で見栄っ張りで本当に嫌なやつだ。皮肉に聞こえるだろう。だが奴の忠誠は疑う余地がない。どうして言い切れる。お前が化け物を熟知しているように諜報員は部下を知ってる。フィリパ・エルハートを信じたのもお前だ。確かに。だが処刑の前夜、コビーの牢獄から脱走させたのは俺じゃない。そこにあるものを調べよう。柵が取り除かれてる。ここから爆弾を流したんだ。ハッペン、あの日は誰がこの浴槽を使った。ベルトルド・ハインツ議員、酒造家のヨセフ・シュバイク、それとヘンケル辺境博。ヘンケル？ありえない。誰？ヘンケル？誰だ？誰だったかだ。あのじいさんは去年の冬に死んだ。え？元の日に来られるはずがない。決め使ったんか。死んだ？初耳だ。辺境博は女を買いに行って死んだ。下着姿でな。だから家族は密葬を行った。だが俺には情報屋がいる。でも確かに見たんだ、ルーベンさん。絶対だ。話しかけたか。よく顔を見たか。いいえ、入る時に通り過ぎただけで。ではお前は偽物を見たんだ。たまには考えろ。まんまと騙されよって。そしてゲラルト、お前は今すぐに調査を始めるんだ。どこから始める？分かった。どこから始める？ヘイケルの自宅、大広場の南にある人の住んでいない建物だ。そこにコソドルの手がかりがあるかもしれん。さっさと行け。まあ。この浴、あ、ここ土か。じゃあ変装、それっぽく変装してまで来たってことかな。うわー、なんかミステリーだ、ミステリーだ。面白くなってきたぞ。ひどく怪しい風景だな。いや、怪しい風景のやつもっといっぱいおったで。この辺汚いな。辺境博の邸宅というより物乞いのあばら屋みたいだ。ダンデリオンは面白い友達を作ったな。本当だね。あ、扉吹っ飛ばさなきゃいけないみたいですね。あ、違う違う違う。あ、はい。ちょっと待って、これお邪魔します。足跡か。え、なんかいけない。椅子が邪魔で。結構でもいい感じの家具いっぱい揃ってるけど。銀の容器、下水道で見つけたものと似てる。ここのやつ使ったってこと？いや、ちょっと待って、すごいさ、計画的犯行すぎひん？うわ、これ絶対書物や。うわ、北方の王党。シリラ・フィオナ・エレン・リアノンは1251年生まれのシントラ王位継承者、ブルケ王女、ソドン女公爵、イニス
アードスケリックおよびイニスアンスケリック継承者アトレヤラおよびアブヤラ全然わからん。これなんか見たことあるような気がする。シーラの行方がわからなくなっている。北方の諸国ベレン、テメリアの西に位置するベレン地方はゴーズベレンの中心地であり、王国でも最貧地域の一つである。地域にはサネットの各島が含まれ、そこには有名な魔法学校があり、これがゴーズベレンと並んで地域全体の産業と開発推進の原動力となっている。あーでもなんか魔法学校封鎖されてましたね。あ、これか。兵士は剣の手入れをすべし。兵士は汚れた上着や悪臭のする靴下やシミのついたすね当てを身につけていい。剣士は武将髭を生やし悪臭を振りまき、皮膚病にかかっていても歩き回っていい。しかし剣は常に成功所が出てきたばかりのようにピカピカでなければならない。なぜなら戦闘で人の命を救うのは小綺麗な服や見た目の良い容姿ではなく剣だからだ。手入れが行き届き、それを持つ者に心得がある限りは。ではどうやって剣を手入れするべきか。単純だ。戦いが終わるたびに、それから血や内臓をすべて拭き取り、油に浸したリオンの布切れでしっかりと磨け。もし沼地や大雨の中で戦うならば、蜜蝋で剣の表面を覆っておく価値はある。上等な砥石を使って剣の刃を定期的に研ぐべきである。これには時間をかけることが重要だ。一つ一つの動作は初めて一緒に過ごす夜に処女を撫でるようにムラなく繊細に行われるべきである。もし剣が錆びついてきたら、それは君がだらしなくて怠惰な武骨者だという意味だ。すぐに砂を手につかんでシミが消えるまで剣を磨き上げろ。ただしその最中に指を切り落とさないように注意しろ。そうなれば君は誰の役にも立たなくなるからだ。わーお、すごいね。刃こぼれめちゃくちゃあったけどね。ごめんね、私武骨者だったみたい。よいしょ。わかる。持ってるやつ。最後の願い。男が生きていくに必要なものが3つある。食べ物、飲み物、噂話だ。だからこそ氷に閉ざされたポビスから年中縁が絶えないツサンまで、どこへ旅しても人々に尋ねられるのだ。ゲラルトとウェンガーバーグのイェネファーを結びつける愛の話を聞かせてくれないかと。用心深い善人である筆者は二人の秘密を明かすことは良しとしない。ただ一つの重大な例外を除いては、彼らの出会いの物語だけはあまりにも特別で、あまりにも情熱的で感動的すぎるため、心の内にしまっておくことは明らかな罪であろう。実際この筆者にしても、目の前で彼らの愛を見届けていなければ、これほどに幻想的な驚くべき話が現実にあるとは信じなかったに違いない。これすべての始まりはゲラルトと筆者が空腹を抱え、懐も寂しかったために近くの湖で夕食になる魚を釣ろうと出かけた時のことだった。魚は一匹も釣れなかったが、収穫がないわけではなかった。筆者の釣り針に美しい小さな瓶がかかったのだ。友人の警告を無視してその蓋を開けた筆者は、中にいた巨大な力を持つ陣を解き放ってしまった。深く考える前に筆者は願い事を口にしていた。筆者が3つの願いを言い終える前に、陣、今考えれば目覚めてすぐに願いをまくし立てられて明らかに怒っていた、は筆者を黙らせようと締め上げ始めた。ゲラルドが陣を追い払ってはくれたが、筆者はかなり危険な状態になっていた。後で彼に聞いたところによれば、筆者は何らかの呪いにかけられたような言動をしていたようだ。明らかに魔術に通じた専門家の助けが必要な状況だった。幸運にもあのベンガーバーグのイエネファーが近くの村に滞在していた。ゲラルトは彼女のもとへ赴き、彼の親友であり北方の詩人の中でも随一の才能を持つ筆者を救ってくれるように頼んだ。しかしイエネファーが興味を持ったのは犠牲者よりもジンの方だった。そして彼女はウィッチャーをいとも簡単に従わせてしまった。そして彼もいいように使われることに怒るどころか、完全に彼女に心を奪われ虜になってしまったのだ。
それからどうなったか詳しい話は書かないでおこう。ただジンはウィネファーの思い通りになることを嫌がり、彼女の力ではジンの意に反して飼いならすことはできなかった。ともなれば女魔術師は悲劇的な最後を迎え、リンで全体を巻き込んでこの世から消えてもおかしくなかった。だがゲラルトが助けに駆けつけたのだ。この時彼はどちらの剣も抜かずに戦いを終わらせた。ジンを追い払うには最後の願いを言うだけでよかったのだ。願いは何でもよかった。富、名声、力。だが彼が願ったのはそのどれでもなく、ウェンガーバーグから来たあの傲慢で魅力的な女魔術師と自分の運命を結びつけることだった。はあ。だってに続いてますね。2回以降ね、広い家ですね。おお、ワインがいっぱいあるよ。どれか1本パクっていこうっていうにもいかないね。メダルが震えた。手紙、それにボトルだ。ちょいとお待ちを。ちょちょちょ、おい、不可解なメモ。誕生年のワイン、極めて上質なものです。驚くほどの方向、ぜひお試しを。終わったら元の位置にお戻しください。誕生年か、ダンデリオンか、シリなのか。扉のはずなんだけど、え、ちょっと待って、じゃあワインボトル見て年見たらいいんじゃない。シリとさ、ダンデリオンだったら絶対年全然違うはずでしょ。あー、見れない。待って、不可解なメモの謎を解く。ちょっと待って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 、愛を込めて D。 全く素晴らしいものです。驚くほどの方向、ぜひお渡し。終わったら元に。愛を込め、他に手がかりがあるの。あ、1245から54年。音がした。隣の部屋だろう。54年とかだったら誰だろうね。全然分からん。隠し部屋か。ダンデリオンと仲間が強盗を計画した場所だろう。わお。ワイルドハント読んだかな。全然もう、あ、でもこういうのはもう読んだはず。お、なんかシダリスの鎧手に入れた。一旦ね、どんな感じのやつか見たいんですよね。あー、そんな感じ。なんだこれ。あ、またワイルドハント。爆弾の作り方の指示書。わお。カルクスタインの署名がある。ここで作ったの。それにワイバーンの油に浸された物質。うん、カリウムか。
ここで爆弾を作ったようだな。おー、そのままトンズラこいたから全部残ってるんだね。ワイバーンの油だ。急いでたんだね。ドゥドゥからんて感じ。シリエ、メンジに追われてる。奴が宝を奪い、ダンディリオンも捕まった。逃げるんだ。シリもここにいたんだ。足音か。まずいな。ディクストラとトリス。どうしたの？まさかここで会うとはな。しかもトリスと一緒とは。魔法が使える者がいれば助かると思ったんだ。爆弾に刻まれたルーン、あの意味を知りたくてな。君も知りたいのか、トリス。いいえ、お金のためだけよ。皮肉な唯物主義者を演じるメリーゴールドか。最高だ。本当のところトリスが来たのは理想のためだ。仲間を救うには金がいる。宝を取り戻したら俺が彼女を助ける立場になるだろう。ところでボクレール人は言葉遣いが悪くて恐縮なんだが、俺の金を盗んだクソ野郎は見つかったか？待て、まずはここにいる理由を言え。いたさ、何か分かれば知らせに行くと。そうだ、だがお前が心配だった。万事順調かどうか目に立ち寄ったんだ。なんか信用されてない。ふざけるな。信用してないのか。お前が俺を信用する程度には信用する。つまり全然だ。まさに健全な関係だな。こいつ口に飛んだ言葉の応酬を聞けて本当に光栄だわ。でも忘れないで、あなたたちと違って私は毎回命がけで外に出てる。ここに来た時もね。だからいい加減本題に入ってもらえる？犯人は免除だ。無駄な手間をかけたな。爆弾を調べても無意味だ。なぜだ。宝を盗んだのは誰か分かった。聖堂衛兵団の団長カレブ・メンジだ。おやおや、メリーゴールド、君の報酬は報復とセットのようだぞ。ゲラルト、分かったことを教えてもらえるかな。早く知りたいんだ。ヘンケルに聞いた。老人は元気だ。債権者から逃げるために死んだふりをしたんだ。妙だな。借金があったとは初耳だ。あったんだ。メンジは強盗に手を貸せば面倒を見てやると。ゲラルト、どう上品に言ったものか。ふざけるな。お前の尻から切り出した作り話で騙せると思ったなら俺のことを少しも分かっていない。お前にとって重要なのは結果だけだろう。だから嘘をついた。それでも俺は宝の在りかを知ってる。ゲラルト、まだ不滅の愛を称える娼婦の方が信用できそうだぞ。宝を取り戻して取り分を求める女魔術師ならどう？信じるさ。娼婦の方がマシだがな。何か隠してるな。我慢できないことの一つだ。ミルフガード人以上にな。だがこれはビジネスであって結婚ではない。全てが嘘でもなかろう、お前は人を騙すのがうまいやつではないからな。メンジは最近大金を使っていた。だが形式上やつはビタ一文持っていないはずだ。次は何を？メンジは夜を不当で過ごすらしい。ウィッチハンターの兵舎だ。会いに行ってどこに俺の金を保管しているのか聞こう。メンジが喜んで何かを認めるとは思えん。俺もだ。苦難を共にしたウィッチャーと女魔術師を雇えたのは幸運だ。私たちの過去に何の関係が？たくさんある。恋人同士は片方のためなら地獄に飛び込む。まさにこの仕事にぴったりだ。あ、すなわち
お前たちがハンターの兵舎を生きて出られる可能性が大幅に高まる。俺の宝と一緒にな。言い換えれば利用してるんだな。利用？まさか。二人の絆を最大限に活用してるだけだ。さて、もう行かなくては。今後祈る。トリス、ごめん、巻き込んだ。訂正すると思った。あの、恋人たちってとこ。全て知る必要ない。ディクストラに恋愛遍歴を教える気はない。賢明ね。私も困った時に彼を頼ったりはしないわ。話がそれたわね。宝を取り戻さなきゃ。トリス、正直に言おう。ディクストラの金には全く関心がない。やっぱりね。シリのことでしょ。ああ、メンジはどこかにダンディリオンを拘束し、ダンディリオンはシリに会ってる。じゃあ話は別だわ。聞いて、真夜中に港の東にある教団の礼拝堂に来て、一緒にウィッチハンターの兵舎に入る方法を考えましょう。わかった。じゃあまた。助かるよ。ありがとう。そうだよ。え、ああ、トリスか。びっくりした。はい、ということで、じゃあ今回こちらで終わりにしたいと思います。なんか気の臭いね。はい、ということで、ご視聴ありがとうございました。ちーさんでした。